カンディハウスは創業以来、長く愛されるものを作り、世界へ発信するという理念のもと、北海道旭川でのものづくりにこだわってきました。2021年、38年ぶりにブランドロゴマークを刷新し、ブランドカラーもグリーンに変更するなど、リブランディングを打ち出しました。このシンボルマークは、北海道の水奈良をモチーフとしています。創業54年を経て、カンディハウスはこれからも北海道の森と生きていきますという思いを胸に、また新たな一歩を踏み出しています。家具の原料は天然資源である木。だからこそ私たちは自然と調和したものづくりを強く意識しています。間伐された中小径木を積極的に使い、端材や木くずまで使い切る。木材を輸入から北海道産に切り替えることで、輸送エネルギーの削減にも取り組んでいます。北海道産材の活用に舵を切ったきっかけは、2014年にスタートしたここの木の家具北海道プロジェクトでした。主力製品や新製品に北海道産材を採用するなど、北海道産広葉樹の使用を推進してから、現在では 50% ほどまで増えました。私たちはこれからも自然に感謝し、森のそばで家具を作る。作り手の努力と挑戦が優れたデザインを形にする。ものづくりで和の美意識を世界へ発信します。カンディハウスはこれからも北海道の森と生きていきます。皆様こんにちは。カンディハウススタイル2022にご来場いただき誠にありがとうございます。カンディハウス社長の染谷です。6月の旭川に皆様をお迎えしてのイベントを3年ぶりに開催することができ、当社の新提案をご紹介できることをとても嬉しく思います。今回のテーマは競争を意味するコークリエーションです。今後の新たな暮らし方、ライフスタイルを皆様と共に作るためのアイデアを語らう場として有意義にお過ごしいただけたらと考えます。それではこの後、新作新提案などカンディハウススタイル2022のプレゼンテーションをご覧ください。座るをデザインする。まず一脚、座り心地が気に入った椅子を選びましょう。カンディハウスはお客様のライフスタイルに合った住空間をトータルにご提案するために、18のライフスタイルシーンを展開しています。こちらは当社が提唱する3つのスタイルをベースに制作したマテリアルコラージュです。このイメージを具体的に18のライフスタイルシーンとしてショップで展開しています。メーベル投稿社と共同開発した収納家具セレクトファニチャー A プラスを含めたカンディハウスの空間提案をぜひご体感ください。カンディハウスは素材、構造、デザインにこだわったものづくりを一貫してここ旭川の工場で追求しています。最先端の加工機械や職人手仕事、端材や木くずまで使い切る、地球環境に配慮したさまざまな工夫が見られます。日々品質向上と生産性の改善にも努める工場にご注目ください。今回発表する最新作はこちら、旧ハイスツールミヒャエル・シュナイダー氏。掛け心地よく立ち座りもしやすいハイスツール、使用するのは北海道産のタモ材です。北海道アッシュ is ideal as an alternative because it's readily available and of good quality. As a further advantage, ash has a characteristic grain where the natural structure is still visible even in the lacquered versions. Shaq Q High Chair
is ideally suited. IFDA 国際家具デザインコンペティション2021の入選作品から2つのプロダクトを発表します。フラン下里周平、周りの視線を遮る背が印象的なパーソナルチェアです。タブ石橋忠人、スチールパイプの足がそのままライトになるスツールです。時代に向けた新たな暮らしの提案です。今年発売した新製品、4月に発売したワーキングチェア4、アクタスとカンディハウス、デザイナーの倉本仁氏、そして技術監修の国与の4社の知見が繊細な衣装の中に結集しています。自宅での新しいワークスタイルにご注目ください。カリホフマン&カーライスデザインによるフォーマル感と安楽性を両立させた椅子です。カリによる格調高いダイニングシーンを提案します。アイマ、グエナエル・ニコラ氏が考える日本の美意識、未完の美をアームのアイマとして表現した椅子です。コタン、深沢直俊と開発したコタンに新たなダイニングテーブルが登場しました。以上7点に加え、藤本壮介氏が描く建築メタバース北海道ロックハウスを公開します。ご紹介した新作をぜひご体感ください。カンディハウススタイル2022プレゼンテーションをご覧いただきありがとうございました。概要説明にとどまっておりますので、この後旭川ショップでのスタイル提案、ファクトリーツアーなどお時間の許す限り担当スタッフがアテンドさせていただきます。私もこの後多くの皆様とお会いできることを楽しみにしております。